弁天社川原神社は、愛知県名古屋市昭和区にある神社、式内社でもある。日の神、萩山姫神、水はの神を祀っている。防火沈下の神としても祀られている。混流は定かではないが、演技式に初めてその名が出てきている。社殿は、第二次世界大戦で消失し、再建されたが1992年、不慮の火災で、また消失したため、 1998年に新たに建て直したものである。慶長6年に松平忠義が新領20国を寄進し、漢文4年には徳川光友が豊作を祈願している。名称は川原神社よりも川名の弁天様の方がよく通る。大正時代に小舟が見つかった。これは昔この辺りが入り組んだ海岸線の入り江だったためと言われているからである。 毎月三と八の月日は、朝市が開かれ、大勢の人で賑わう。地元ではしばしば、三八と呼ばれている。境内は木々に囲まれ、くすの木や荒かしなどの保存樹も数多く存在する。また、結婚式場としても利用されている。境内には、弁天地と呼ばれる池があり、弁祭天が祀られているが、神仏分離で近くの総統州太平寺へ移された。祭神は、 四所島姫命である。また池には亀がたくさんいることでも知られ、江戸時代に書かれた終わり名所図絵にもたくさんの亀が描かれている。たまに民家に亀が現れることがあるが、その時は亀に酒を飲ませてから池に返すのが習わしとされている。2003年に崩壊した石垣の修復作業の際、水を抜いたところ357匹もの亀が見つかった。近年は、 緑亀が目立ち問題となっていたが多くは駆除され、在来種の日本石亀、草亀などが種となっている。境内には以下の抹茶がある。以下の行事が行われる。ありがとうございます。